ゼネラルグループの飛行部隊が緊張の続くメリトン地域上空で軍事演習を行いました。これは先にニューコムが発表したサンドバリー砂漠で行われるバイオプラントでの公開実験への牽制が目的とみられており、この行動に対しユーピオのクラークソン代表が今日正式にゼネラルリソースへの遺憾、パワーフォーライフニューコム、皆様の生活を支えるゼネラルグループ、時代の流れを皆様と共に歩みたいゼネラルグループ、未来の環境を皆様と考え作り出すゼネラルグループ、今日も誰かと、明日はきっとあなたと。この美しい戦闘機で無限の大空へ自由に飛び続ける姿をご覧ください。誰もが憧れる世界の治安を守るユーピオのエースパイロット。しかしこのパイロットが背負った運命を知るとき、私たちは言葉を失うでしょう。パイロットの名は広瀬レナ。彼女は生まれた時からシルバーストーン病から侵され、日の光の下では生きられないのです。では、しかし今の彼女には翼があります。ゼネラルリソースの開発した最新の技術によって、新しい時代の新しい科学、特にエレクトロスフィアによる世界で目覚ましい成果を上げたゼネラルリソースの研究者グループがニューコムの母体となったのはよく知られていることです。そして彼らが宇宙開発への着手を発表した2032年から、事実上ゼネラルリソースの緊張状態が続いているのです。すでにエレクトロニクス、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、あらゆる科学分野でもニューコムの科学者たちはゼネラルリソースのそれを超えているとも噂され、長年にわたってその経済力で巨大な権力を誇示してきたゼネラルの時代が、ええ、はい、お休みの日ですか。公園で散歩はできないんで、本を読んだり映画を見たり、普通ですよ、全然。今こうしてパイロットになっていることがもう夢みたいな話ですから。ただ最近思うのは、体なんて人間にとって心の入れ物でしかないのなら、私には意味のないものだなって。いつも心で飛んでるんです。体には翼がないけど、心の翼が私に空をくれたから、このまま心ごと翼になってしまいたいって。あ、いないのか。じゃあいいけど、あれだ、お前がどういうつもりか知らないけど、ユーピオで飛行機乗りでいたいんならパーク司令には逆らうなって。ま、クラークソン派の連中の言ってるクラークソン平和的な解決ってやり方でこの世界が守れるんなら、最初からゼネラルにユーピオなんていらないんだし、どっちにしてもただの飛行機乗りには関係ないことだな。じゃあ次の任務で。あ、今度はもうちょっと俺のサポートにも対応してくれよな。レナやフィーのマニューバーのコピーばっかはやめとけ。俺の後ろはお前しかいないんだから。業務連絡を口頭で伝えます。正式な書面は追って伝送されます。ユーピオ所属の搭乗員は本日付で無期限の待機命令。ま、簡単に言えばかなり雲行きが怪しくなってきたってこと。じゃあ。 Communication interrupted. Receiving emergency broadcast. ただいま入りましたニュースをお伝えします。フェイスパーク地方においてかねてから緊張状態が続いていたゼネラルリソースとニューコムが交戦状態に突入した模様です。ニューコムからの公式発表によりますと、
この攻撃はあくまでもゼネラルリソース側が行った違反行為への報復であるとのことです。この事態を受け、ユーピオのクラークソン代表は先ほど緊急会見を開き、治安維持部隊の現地への緊急派遣を発表。本日午前7時50分ごろ、ユーコムがゼネラルリソース側に対して大規模な軍事行動を開始した。我々ユーピオは両者の関係がこれ以上悪化することを避けるため、この行動を阻止せねばならない。なお、ユーコム側が警告を無視した場合は実力行使もやむを得ない。諸君の働きに期待する。以上。作戦の目的は達成された。トマスも諸君の活躍には期待している。ついに始まったわね。ニューコムの出方次第ではもうクラークソン代表の力ではどうしようもないことになるでしょう。ここで私たちユーピオの進化が問われるのは必死ね。そうそう、君前と違った動きしてたじゃない。いい感じだったよ。どうも。
これはあなたに出す最初のメールになります。この戦いが続くのならきっとこれからはあなたと一緒に飛ぶことが増えるのかもしれない。今日のような飛び方なら見える敵をあなたが思うように叩けばいいと思う。それではまた。ニューコムとユーピオ間の対話に対してゼネラルリソース側からの反発が混乱の火種となることを危惧する声も多いようですが。はい、ユーピオのクラークソン代表のような指導者は前時代的な政治家タイプと言えるでしょう。ゼネラルリソースによる有事や統一以降はですよ、経済の力が政治や司法を駆逐したこの時代で彼の行動は私にとっては時代錯誤としか言いようがない。それではニューコムとゼネラルリソースの戦闘はこれからも避けられないと。ええ、ただ私が言いたいのは。あ、すいません、ここで CM です。あ、いた。伝えておくことがあります。本日付でユーピオの治安維持活動についての指揮全権がパーク司令に一任されました。これからはユーピオ特別航空部隊サーフのメンバーとして常にレナと共同で行動することになります。まあ彼女のようなユーピオのスターと一緒なら中継も多くなるし下手な失敗はできないってこと。本日未明、我が軍の偵察部隊によってワイアポロ山脈のニューコム軍基地よりゼネラルリソースのエアウェイに対して電波妨害行為が行われていることが判明した。このニューコムの違反行為を阻止すべく基地周辺に配備されたジャミングレーダーを無力化せよ。作戦の成功を確認。引き続き
火口部周辺の施設を掃討せよ。アップデートターゲット。見せてくれるな。サーフのエースにでもなるつもり？作戦の成功によりエアウェイの安全は保証された。エキスポシティを発端にした今回の紛争は NUN 新国際連合所属のユーピオ特別航空部隊サーフを中心にした治安維持部隊の活躍によって沈静化に向かっている模様です。しかしゼネラルリソースとニューコムの対立自体は有事や全域への広がりを見せています。ユーピオのクラークソン代表が提唱したスナイダーズ会談の開催は両企業間での紛争を解決する糸口となるでしょう。次のニュースです。この世界に生きる者で歴史に名を刻む働きを残すことのできるパイロットは少ない。彼らがパイロットとして活躍しうる肉体的なピークは若いうちだ。ただそのピークは人間としての精神的な熟練を迎えるのに比べてもあまりにも早すぎる。いつの日か誰もが肉体の限界を感じるだろう。それは悪いことではない。ただその限界を超える精神力を持つ者はそれを口にする必要がないだけなんだ。しかし彼は肉体的にも精神的にもピークを迎えたまま世に名を残そうとしている。彼の名はアビサル・ディジョン。ゼネラルリソースのエースの名を欲しいままに大空を舞う。ニューコムの勢いは弱まってきたようだが油断はできない。そこで今後の展開に備えゼネラルリソースの部隊と共同の訓練飛行を行う運びとなった。実戦ではないからといって手を抜くな。さて、ユーピオの若造、ゼネラルのエースについてこられるか。まあ、見せてくれ。このまま真っ黒になって落ちんな。
もっとぶつけるつもりでいい。ついてこい。において入港機による認可されていない化学物質の散布実験を確認。訓練を中止、直ちに現場に急行し、投下された落下傘コンテナを破壊せよ。たく、いい加減でお出ましときた。ニューコムのトンボども、タッチダウンさせるな。エンゲージ。ニューコムによる環境汚染を阻止できた。訓練飛行は無駄ではなかったようだな。まだ帰ってないか。おかえり。パーク司令から聞いたわ。ゼネラルのエースと渡り合ったらしいじゃない。かなり悔しいけど、君のこと認める。フライトレポートのデータを見ました。不思議なことだけど、あなたの飛び方って最近少し私に似てる気がして。あなたはどこから来たの？
かつてゼネラルリソースが多国籍企業体として誕生した結果、国家という枠組みは崩れ去り、歴史は新しいフェーズを迎えることになりました。そしてこの巨大な海上移動都市メガフロートの姿は、今やニューコムのシンボルであり、それは彼らの新しい力を我々に見せつけているかのようです。今各地で始まった紛争を事実上仕掛けているニューコムは、何を求め何を望んでいるのでしょう。我々はこの紛争がやがて歴史をどのように変えるのか、まだ知らされてはいません。ただどんな結果になるにせよ、一つだけ言えるのは、両企業に挟まれた形のユーピオには、現状の治安維持はできても歴史に新たな結果を残すことはできないであろうということでしょう。聞いたが、今さっきフランカーと彼女のエンジンシステムがぶち壊れたらしい。しかもそれが整備不良のチェックやってた時のミスでだ。お前も整備には気を使った方がいい。まったく、いくら最近出撃が増えたからってそりゃない話だろ。こんなことだからユーピオはハリコの虎だとか軍隊ごっことか言われるんだよ。この状態じゃレナのやつ当分出撃できないことになるだろうな。こんな時割り込んでごめん。出撃命令です。いよいよニューコムの連中本気で歴史を変える気みたいね。タイミング悪いけど、ユーピオの大スターは欠席。私たちだけで何とかしましょう。じゃあ、あとは上で。海上移動都市メガフロートにニューコムの機動艦隊が集結しつつある。ニューコムの体制が整う前にこれを叩く。なおメガフロートには多数の民間施設が、また港湾区画には民間船舶が存在する。作戦遂行にあたり、これらへの被害を極力避けること。残存戦力の総統に移れ。
現在作戦遂行中の全機一斉にクラークソン代表の停戦交渉によりニューコムとゼネラルリソースの間に停戦協定が結ばれた。全機攻撃を中止し帰還せよ。どうにも間の悪い話じゃないか。ここでの停戦など老人どもが決めたまやかし。時代はすでに変化を望んだ。そう思わないか？ディジョン、一度しか言わない。お前がこの世界で何かをしたいのならユーピオはただの階段に過ぎない。もしその気があるのならこのままゼネラルに来い。その勇気がお前にあるのなら私が新しい道を作る。ゼネラルのエース、気でも違ったの？ねえ、これは合わないよ。こいつを移籍させる気か？危険だ。危険のない賭けなど。サーフのエース、どうする？ゼネラルに来るか？言ってはダメ。あなたはユーピオのパイロットなんだから。ミサイル。そうか、残念だ、サーフのエース。冗談、何を言ってんだか。着艦するわよ。ランディング。ニューコムの機動艦隊は停戦協定により撤退した。この協定により当分の間戦闘は行われないだろう。あなたの判断は正しかったと思う。彼は危険だわ。それにこんな紛争長く続くはずがないし、そのためにユーピオがあるんだもの。
Thank you.